イブラヒム・レフィクサイダムは、トルコの医師、政治家。1939年1942年に、トルコ共和国、第四大首相を務めたほか、保健省や教育省、内省を歴任した。イスタンブール生まれ、オスマン帝国軍軍医となり、ドイツ帝国に留学して、ベルリン、ダンツヒなどで学んだ。バルカン戦争では、部隊内でのコレラ予防に尽力。 1914年に細菌学研究所に勤務して、チフス、セキリ、ペスト、これら、破傷風の治療や予防を研究し、第一次世界大戦中の軍隊兵士の健康維持に役立てた。特にチフスについての研究は高い評価を受け、第一次世界大戦では、サイガムの開発した治療薬がドイツ軍で使用された。1919年、 第9軍団軍医として、軍団長、ムスタファ・ケマルに随行してサムスンに渡り、そのままケマル率いるトルコ革命に身を投じることになった。エルズルム陸軍病院で軍医部長をしていたが、軍籍を離れ、トルコ大国民議会派のエルズルム会議やスイバス会議に参加した。1920年に大国民議会議員となり、後保健省に就任。 新生トルコ共和国の初代保健省として、通算14年在任し、トルコ政府の保健行政の基礎を築いた。1924年のアンカラを皮切りに、エルズルム、リアルバクル、スイバスなどに次々と、国立病院、助産所、小児科病院を設立。衛生研究所や陸軍病院の整備も行った。1930年には、国民教育省を、兼任。 1938年のケマルアタチュルク休止直後に内省や一党独裁制の与党、共和人民党の事務局長を務める。その他トルコ赤新月社総裁を15年にわたり、務めていた。1939年1月25日、就任直後の第二代大統領イスメトイノニュにより、首相に指名される。第二次世界大戦という困難な情勢の中、 根本的な行政改革に乗り出したが、在任中の1942年7月8日に脳卒中のため休止した。ありがとうございます。